紅宗次郎は伝説の達人だ。お前たちのご先祖様、その血を引いてるお前たちはきっと強くなる。大切な人、大切なものを守るために強くなるんだ。あなた、どうして私の名前知ってたの？紅宗次郎の黒帯？知ってるの？空手は殺すためのもの？それとも守るためのもの？これが紅の構えだ。絶対に忘れる。この構えをする人がいたら味方ということを意味して。私が
わかる？黒帯狙われてるよ。